ワースストリート駅は、マンハッタン区、シビックセンターのラファイエットストリートとワースストリートの交差点にあったニューヨーク七下鉄、i r t レキシントンアベニュー線の廃駅である。1904年10月27日に、開業、1962年9月1日に、廃止された。駅は1904年10月27日、 145丁目駅からシティホール駅までのマンハッタンにおける最初の地下鉄が開業した際にその他27駅と同時に開業した。駅はもともとすべての急行通過駅と同じく5両編成の列車の入線に対応するためにホーム有効長は約200フィートであった。しかしそれでも少し有効長が足りず先頭車両前側ドアと 交尾車両後側ドアはホームにかからなかったため、ドアカットを行っていた。その後、ホーム端をマンホール、つまり、機器収納場所に職員がアクセス、しやすくする要延長を行った。延長は1910年に完了し、6両編成の各駅停車の入線にも対応することが可能になった。また、南広ホームは百四十八年にも延長され、十両編成。 514フィートの列車の入線に対応した。1957年1月3日、ニューヨーク市交通局は、ブルックリンブリッジシティホール駅の改装計画の一環として、当駅が2年以内に廃止されると発表した。この計画では、ブルックリンブリッジシティホール駅ホームが重量編成の列車に対応できるように延長され、カーブしていたホームは撤去された。 この際、ホームは北に250フィート伸びることになり、ワースストリート駅とブルックリンブリッジ、シティホール駅間の距離はわずか600フィートとなったため、ワースストリート駅は廃止された。仮にワースストリート駅が営業を続けていた場合、駅間距離が短すぎるため各駅停車は、速度が出せず所要時間が伸び、またこのような短い距離で正確に動作する、信号設備は存在していなかったほか、 廃線の都合上現在各駅停車となっている深夜の4系統も当駅は通過せざるを得なかった。この計画は440万ドルの費用がかかり、完了まで2年がかかると予測された。ブルックリンブリッジシティホール駅の改装工事が終了した後、1962年9月1日にワースストリート駅は廃止された。なお、廃止後1995年まで、 ブルックリンブリッジシティホール駅は、ホーム上の駅名標で、ブルックリンブリッジワースストリート駅と案内されていた。駅は、相対式ホーム2面と観光線2線、急行線2線を有した2面4線の地下駅であった。ホーリースクエア西側の歩道地下にあり、フェデラルプラザビルディングの建設が計画されていた、時には、駅がこの場所に位置するとした上で計画されたため、このビルは、 道路から離れた場所に位置することとなった。現在、駅のホームは撤去されておらずキャナルストリート駅、ブルックリンブリッジシティホール駅間を走行する列車の車内からホームを見ることができる。ありがとうございます。